チャオ、あっちゃんです。今夜も寝る前雑談したいと思います。5月17日の夜、ただいま、5月18日の0時ちゃう1時56分です。ごめんね、咳がねやっぱり止まんない。まだアレルギーの薬飲んでんねんけどもね、一生懸命咳止めるんでね、薬と吸引で止めるんでね、心配しないでください。元気にはなりました。ありがとうございました。で、ね、今日昼までね、胃の調子が悪かったんけどもね、昼間軽くね、中華風雑炊を食べて、で、ちょっとごめん、寒い。夜になったら寒くなってきた。はい、ちょっと、これ、切るね。で、中華風雑炊のね、優しいお昼ご飯で胃がねすごく活性化したみたい。やっぱなんだろうね、黒酢も効いたのか、ね、そのあたりなんやと思うんだけども、あと、あれが効いたのかな、お茶、大和陶器葉茶、あれねすごく感じよかった。あのあと、お昼ご飯食べた後ね、実はシエスタしなかった。寝ようかどうしようか迷っててんけど、ここシエスタしたらまたお出かけする気がなくなっちゃうかなと思って、あれをやめたんね、シエスタをやめたんで、大和陶器茶を飲んで、だから体がホカホカしてきて、なんかね、エネルギーが出てきたっていうか、で胃もすごくなんか動いたような感じがしてね、いい感じになったし、さあお出かけしようと思ってお出かけしたんで、ね、感じがすごく良かった。で出かけてね、コーヒーも胃薬やからあれだけど、ファミマでコーヒー飲んで、ですごく元気になってね、で胃が活性化した。まあお昼ね、腹持ち悪いから、おかえさんってだからそのままね、ドライブしながらお買い物しながら、何か食べたいな、でも食べたらあかんしな、食べたら結局またなんていうのかな、晩ご飯とかで胃が、ね、悪くなったらあかんしと思ってちょっと我慢しててんけどもね、そんな感じでスーパーでお買い物してうろちょろしてね、いろいろネタも仕入れてね、して帰ってきたね。で晩ご飯、焼きうどん作ったらね、まあまあね食べられたしね。でまあ焼きうどんもオリーブオイルで炒めて、最後また仕上げにオリーブオイルかけたりとかしてたから、オリーブオイルはね胃の粘膜守ってくれるから余計まあよかったのかもわからへんだけどね。でその後出た後に、みきちゃん大好きやったアメリカンチェリー食べて、でね動画撮らへんかったんやけどね、バナナも一本食べた。業務スーパーでね、買ってきたバナナやねんけど、2房、4本8本入って180円やったけどね、バナナ美人っていうやつね食べて、美人になろうって思ってねバナナを食べて、で、まあ、デザートタイムもそんな感じで、あと、まあ、その後動画の編集とかしてね、今日撮ってきた動画今日結構いっぱいあるからいっぱい編集してて喋ると咳でね、ごめんね、寝る前雑談やのにね、こんな感じで、でコメント、その動画の編集中ね、レンダリングって言って、動画編集した後ちょっとね動画を小さく圧縮したりしてね、YouTube 用に作り直すっていうか、ファイルを調整するんだけどね、その作業がね大体その動画の長さ分ぐらいの時間かかっちゃうの、だかそれ以上かかんね、それに編集入れるとね、なんだ、デフォーカス入れたりとか、あとなんていうの、ピンピンにしたりとか、あとあれエフェクト入れたりするとね、音楽入れたりとかしていったらどうしてもね重くなっちゃって時間かかんね、そのレンダリングに30分から1時間とかかかる場合があんねんね。
でその間何もできへんからコメント見てコメント返したりもしたりしててんけどね、うん、今日はねちょっとあっちゃんねいろいろやらかしたところもあるけどもね、まあ、別にまあ炎上さすつもりでやったわけでもないねんけど、正直ね正直伝えただけ、まずかったって言ってですね、正直まずかったんです、あっちゃんに無理でしたあれは、うん、だから今日のね本当昼ぐらいまで響くぐらい、うん、胃が調子悪くなるぐらい脂っこくただただがらいだけやった。でほんまのね豚骨ラーメン大好きですっごい期待してただけにね、すごい裏切られた感があってさ。であれはなんだ、一風堂の、豚骨ラーメンセブンからも出てんだけど、めっちゃ美味しかった、好きやったんだから期待してたのにさ、ってなってもうね、一気になんかテンションだだ下がりになっちゃってさ、うん、な感じでした。でまた夜の動画でねパイに尾をつけたりとかのバカな言葉しかりしてるけどね、あーちゃんそういう言葉遊びとか大好きでさ、だから、マンゴーさんに尾をつけたりとかさ、うん、なことするの好きやねんけどね、また明日もやらかしたいと思ってます。はい怒られんの分かっとんねんけどね、うん、だから、うん、そういうのが好きでさ、だからコメントでも、まね、コメント欄見てたらね、もうみんな真面目な人が多い。でも何人かはやっぱりその言葉遊びして、ね、楽しませてくれる人もいっぱいいてるしね、うん、そういうコメントで見てて楽しいし、うん、だからね、そういうね楽しくやればいいと思うね。別にYouTube なんて所詮ね、ドキュメントでもなきゃね、自分の家族でもない、全く赤の他人、画面の中にいているあっちゃんねる、あっちゃん、の13歳、女の子あっちゃんっていう姿を見て、うん、あ面白いな言ってコメントしときゃいいのにね、そこのところ真面目にあっちゃんの家族心配して、ありがたいよもちろんありがたいねんけども、疲れませんかあっちゃんね、あっちゃんもまあ YouTube 見たり映画見たり、ドラマ見たりもする。でもね、それ見ててもやっぱりドラマの世界とかにも入り込んじゃうけどもそのドラマの主人公と主演してる女優さんとは全く別物やと思ってるからね、うん、だからっていう目で見てんだけども、そういう目で見てもらえれば、あっちゃんの普段のね生活が全てじゃ、YouTube 全てじゃないっていうのは分かってもらえるんちゃうかなと思うんだけど、みんなやっぱ真面目に受け止めちゃうねんね、うん、ごめんね、あっちゃんの伝え方が下手くそで、うん、でもね、おかげさんで今日もね、5000人ね、上がったり下がったりしながら一応5000人キープしてるからね、これがもうちょっと続いたら本間もの5000人やなっていうことが確証できたら、5000人突破記念、はい、なんか企画やりたいんでね、うん、で、昨日のね、お休み動画、ね、今さっきコメントちょっとちらっと見てきてんけどね、5000人突破おめでとうっていっぱい祝福のコメントありがとうございます、嬉しいです。はい、でまたね5000人企画何しようかまだね決まってないねんけどもね、面白いこと、うん、なんかやりたいと思ってます。うん、だからね、またよかったら、うん、リクエストください。できることできへんことあるけどもね、よかったらコメント欄にリクエストくださいね。はい、でプレゼント企画もね今ちょっと準備してます。うん、いろいろ考えとってんけどもね、やっぱりみんながね喜んでもらえるもんしたい、せっかくねプレゼントして、うん、確かあちゃんやらかすこと多いから、何これっていうのを送ることもあるかもわからへんけども、それをしようか思ってんけど、今回はちょっと真面目にみんなに喜んでもらえて、実用性のあるものにしようと思ってます。うん、やっぱりね、やらかすときはやらかすけど、ちょっとね、真面目にみんなに喜んでもらいたいとこもあるし、そういうこともしようかなと思ったりもしてて、うん、そんな状態でね、いろいろ考えとってんけどもね、やっぱりその視聴者さんがやっぱりね 85% やっぱり女性やねんね。で、やっぱ 85% 女性の中でやっぱりなんていうのかな、主婦さんがかなり多いと思うね。だから多分まあ7割とかくらい主婦さんやと思うねんね。だから主婦さん喜んでもらえるプレゼントしたら喜んでもらえる人多いなと思うんだけど、残りの3割の人はそんなんいらんわっていう人もいてると思うねんね。まあ 100% 全員が喜んでくれるもんってなかなか見つからへんねんけどもね、うん、だから正味ね、実際これもしないです、ボツネタです、ボツ企画やけども、カインズのフライパン、マーブルコーティングフライパン
を、何人かにプレゼントとか。とか、あとあっちゃんが使ってる貝印のスライサーの今最新版を何人かにプレゼントとか、まあ、そんなん考えたりね、もう考えててんけども、それやったら主婦の人喜んで、もう他の人が喜ばへんしなと思ってね、だからまた違うものにしようと。だから物難しいなと思って、まあなんか還元祭やりたいと思います。まだね、あっちゃん的には5000人すごい、びっくりするような数やねんけどもね、他の YouTuber さんから比べて5000人なんてまだまだ足元にも及ばへん数字、うんね、5000人でやっぱ再生回数1日ね、やっぱり3万再生ぐらいの再生回数やからね、3万再生で、うん、って言うとやっぱりそのまだまだね、みんなにプレゼントするほどの予算も余ってくる、まあプレゼントするほどというか大きなプレゼントするほどね、予算も余って生活してたらね、足らんくなってくるからね、そこのところね、もうちょっとまたみんなね、今5000人これがまたね倍の1万人とかね、目指すところね、やっぱり銀の盾は欲しいです。もう金とまでダイヤモンドとまで言わへんとかいけへんと思うけど、行きたいけどねまあ銀の盾もらえるところ10万人やったっけ、まあでも本物は行きたいけどもね、まあ、そこまでまだ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 ほど遠いんでね、うん、そう目指してあっチャンネルこれからもいろいろ楽しいことやっていきたいと思います、うん、でもこれもね、まあ、一人に視聴者さんが見てくれたおかげです。みんなが見てくれてでね、やっぱ再生回数が出てきておすすめに出てきて、いろんな新規でね見てくれる人が増えてきて、ほんと感謝してます。はい、こんな感じで、まあ、チャンネルこれからも楽しくやっていきたいと思ってます。はいね、今日ね、まあ、ねごめんね、まあ、そんな感じでね、いろいろあって、うん、嬉しいなって思って、だからほんまは今日は動画編集終わって、うん、今日まさここ最近ね、だいたい1時とか遅くても2時ぐらいには寝てんねんけどもね、やっぱりみんなね嬉しいしありがたいからね。でこのね、昨日あれ寝る前雑談出したら、もう恋癒されるとか、これが楽しみやったとか、またしてくれたとかしてくださいとかいうコメントいっぱいいただいて、やっぱり嬉しいからね、今日もね、ね寝る前の雑談ね、ショート、短時間10分そこそこの動画になるとは思うけどもね、こんな感じにさせてもらいました。うん、であっちゃんの声で癒されていい夢見れるとかね、あっちゃんの声癒されるとか、なんかこの声で安らぐって言ってくれてすごい嬉しいです。うん、ほんまね、これね、いつぐらいかな、去年のね夏ぐらいまでやってたんよね、去年の夏休み前までやってたんかな、冬休み前やったかな、どっちかまで、去年ちゃうな、去年の夏休み前やね。で夏休み入って子供がやっぱり夜ね、遅くとかね、なかなか時間取れへんかって、あっちゃんも疲れたりもあったんでね、寝る前雑談 なくなっちゃったけどもね、またこれね続けていきたいなと思ってるんでね、これもね、視聴者さんが喜んでくれるんやったら、うん、やり続けたいと思います。毎日できへんかもわからんけどもね、できる日は、はい、あっちゃんみんなと、寝る前雑談したいと思います。まあ、寝る前雑談言ってもね、あっちゃん一日会ったこと話したりとか、ほんまに雑談やけどもね、うん、またよかったら、あっチャンネル、あっちゃん雑談お付き合いください。はい、ということで今日もあっちゃんいろいろ楽しい一日でした。みんなは楽しい一日でしたか？はい、ね、楽しかった人、そのまま楽しい思い出を夢に持っていっていい夢見てください。で今日一日嫌なことがあった人は目を閉じて眠りについたら忘れます。ね、寝ることで忘れてください。明日には持ち越さないように夢の中で、はい、捨ててください。で明日の朝パッチリお目覚めしていい朝日を浴びてください。はい、明日一日、ね、今日あった嫌なことを忘れて、今日あった良かったことを明日に持ち越して、明日を素晴らしい日にしてください。ということで、今夜もこの辺で終わりにしたいと思います。見て。
ございません。またね、バイバイ。では、明日朝7時。